はい、おはようございます。葉月8月の4日になりましたと言いながら今3日の朝6時40分ですが、今日も早起きは3本の徳をお送りしていきたいと思います。早起きは3本の徳、今日はですね、何を喋るかというと、石の上にも5年、普通は石の上にも3年って言うんですけど、私60年人生生きてきて、石の上に3年じゃ終わらないと、石の上にも5年ですね、3年じゃ無理です、石の上にも5年、いろんなエピソードあるんですが、まあ、具体的には語りませんけども、とりあえず自分の中ではまあ3年はやろうと、3年は我慢だと、芽が出るまでね、思って石の上にも3年だと思ってやったことがいくつかありまして、結構大きなことなんですが、やりまして、3年じゃ無理でしたね。5年でしたね。日の目を見始めるっていうか、なんかやって、ちょっと芽が出るというか、あ、可能性が出るなっていうのは、やっぱり石の上にも5年ですね。5年は頑張らないと、次の展開はない。3年じゃ無理ですよ。これ誰が石の上にも3年って言葉作ったんですかね。3年根拠ないですよ。5年も根拠ないけど5年も根拠ないけど、石の上にも3年、もう本当に60年生きてきて3年は無理ですね。まあ何をやるかにもよりますけど、やっぱことを起こそうと思ったら、ものにしようと思ったら5年ですね。石の上にも5年だから、それから気が長くなりましたよね。で、3年でやるとすると 逆にせいてはことを仕損じるじゃないけども、やっぱり焦っちゃダメなんだね。ここは我慢、3年頑張ったのになと思ったんだよ、その時もね。3年頑張ったのにまだこれかよみたいな、本当にこの方向で行っていいのかななんて思ったんですよね。石の上にも3年って言うけどさ、なんて思いながら。で、だけど5年経ったら見えてきたんだね。ああ、石の上にも5年だなって、それから使うようになったね。これ30歳前後の頃ですね。だって30歳前半ですよ。30代前半の時にこれ人生かけてやっていいのかなと。ね、とにかく3年は頑張ろうと思ったね、その時ね。もう3年は頑張ろうと。ダメでもともとで3年は頑張ろうと思って、3年経ってもこれさ、ダメだぞと。でもまあ手応えはなくもなかったんでね、まあ3年、まあじゃあもうあと2年頑張ろうと思って、石の上にも5年で頑張って頑張ってよかったですね、やっぱりね。石の上にも5年だなって本当に強く思った経験が30代前半にあったんだよね。だからそれからは、人には石の上にも3年じゃないよとね、5年だよって、石の上にも5年だよ、まだ3年しかやってないでしょって、石の上にも5年だよと言ってよく言うようになったんですけども、でもう一個思い出すのが、3年といえば3年寝太郎ね。これ大好きで、私子供の頃3年寝太郎は100回ぐらい、まあそれは誇張だね、3年寝太郎は結構読みましたね、何度もね。他にもよく読んだのが泣いた赤鬼と機関車八重門ね。他にも読んだのあるんですが、それがその3つが3部作ですね、私の中ではね。3年寝太郎、機関車八重門、泣いた赤鬼ね。で、泣いた赤鬼は青鬼くんにアイデンティファイするんだね。赤鬼はどうでもいいとね。青鬼くんはどうだったんだってね、もう青鬼くんのことだけが気になっちゃったっていうね、泣いた赤鬼ね。青鬼くんと思ってね、青鬼はのその後の人生はどうなったんだろうって、もうそればっかり考えてた。赤鬼はどうでもいいと思ったっていうね。なんで赤鬼の話になっちゃったんだろう。まあそれはさておき、3年寝太郎ね。これ3年寝太郎もいい話でね、もうぐうたらで寝て何にもしないで3年寝太郎って言われてたっていうね。そしたら3年後にむくっと起き出して、ずっと考えてたんだね、3年間ね。むくっと起き出して村の危機を救ったみたいなね、長年の問題を解決したみたいな3年寝太郎ね。で、これと石の上にも3年とちょっとつながるわけでね。まあ3年寝太郎の場合には石の上にも3年っていう、3年石の上で我慢して努力したわけじゃないんだけど、まあ、3年寝てただけなんだけど、ただ考えてたんだね、脳みその中ではね。3年も考えて、でその3年寝太郎がなんて印象的だったかっていうと、とにかく何かやろうと思ったら3年間考えなきゃダメなんだっていうね。それは結構子供心に感動しちゃったんだよね。3年寝て考えると、人から何と言われようか3年寝て考える。でそこでは何かをこうね、人のためになることをやるってね。しかもその上でね、みんなそういう3年寝太郎を見習えぐらいに思っちゃったというね。こう普段起きて生活して自分のことだけ考えて生きてる場合じゃねえぞと、3年寝太郎みたいな、3年寝て考えろとね。もう日本もいろんな課題抱えてんだから、岸田文雄も3年ぐらい寝てから考えて出直してきやがれみたいな、まあ冗談ですけども、野党の代表もみんな3年寝てから来やがれみたいなね、まあ冗談ですけど、まあ石の上にも5年ということで頑張ってるのか頑張ってないのか、岸田さんは自民党総裁になってもうすぐ3年が経ちますが、石の上の3年間だったのか、本人は石の上に座ってるとも思ってないのか、もう3年やったら終わりだと思ってるのか、もうすぐ続投が決まりそうですね。もうなんか岸田さんで続投の方向で自民党内は流れてるけど、自民党という狭い世界の話だけで成り立ってるから、これもすごいですね。あの狭い世界ではそれが成り立ってしまうというね、もう国民置いてきぼりもいいとこだね、置いてきぼりもね。まあ、狭い世界で狭いレベルで3年寝太郎が考えたようなことすら考えずにね、政治家やられたんじゃたまったもんじゃねえだって何の話になってるのかよくわかりませんが、石の上にも5年ということで3年寝太郎を思い出してしまいました。でそんな泉野党の方のね、一番今大きな野党第一党になっているところの代表選も実は3年目ということで、どっちも3年前にできてですね、石の上にも3年なんだけど、3年じゃ済まないよって、3年でできることなんて限られてるよってことで、やっぱり石の上にも5年。ただ問題、石の上に座ってるのかって、3年寝太郎のように考えてるのかって、どこまで考えてんだとね、目先のことしか考えてねえんじゃねえかっていうね、そんな気がしてしまうんで、何の話になっちゃってるんだろう、なんでここに政治ネタが絡んできちゃうのかっていうと、やっぱり石の上にも3年とか石の上にも5年っていうのは、何かこう自分のためじゃないことっていうか、自分だけのためじゃないことをやって
やろうとすると石の上にも3年5年なんだよね。自分の好きなことだけやって自分のためだけのことやってんだったら別に石の上に座る必要もないし、3年も待つ必要もないし、毎日やってりゃいいわけでね。だけど石の上にも3年、石の上にも5年って私は言うんだけども、それは石の上に座るってことは、なんか考えてんだよね。なんかやろうと思ってんだよね。で、そのやろうと思ってることは自分のためだけのことじゃないと。もちろん自分のためにもつながって、引いてはつながってくるんだけど、だけどここ大きな違って、とにかく自分の地位の安定とかね、自分のことが先にあって、で、それがだけど自分がやることがなんか世のためになるんだって勝手に思ってるって、勝手に思ってる。で、本当に3年寝たろう程度に世のことを考えてね、村のことを考えてね、3年寝て本当に考え抜いて、3年寝てんのかと。あるいは、ちゃんと考えて石の上に3年座ってんのかっていうね。その石の上の座り方で3年だと思ってたらこれはまあ覚悟が足んない。で、石の上には5年なんで5年ぐらいやっぱりね、ちゃんと座っててもらわなきゃ困るのに、ちょっとそんな風に見えないんだよね。で、これがね、なんか、なんかつまんないっていうか、なんか見てて面白くないっていうか、まだ3年寝太郎の絵本読んでた方がいいんじゃないかっていう気がしちゃうし、泣いた赤鬼くんはどうでもいいんだけど、結局泣いた赤鬼の赤鬼みたいなもんでね、村人と仲良くなりたいと、子供の施設に行ってそこでね、じいちゃんじいちゃんと言われてなんかね、子供とこうほのぼのとやってるとなんか自分が幸せになる。もうこれ赤鬼の世界だよね。赤鬼やってる場合じゃねえぞと、青鬼くんのやったことが分かってんのかと、青鬼くんのやったことがね。だからもう赤鬼くんをやってるからみんなダメなんだよって、青鬼くんみたいな人が必要なんだね、世の中にはね。青鬼くんは家を出てね、どうか探さないでくださいと、赤鬼くんは幸せに生きてくださいって言ってどっか行っちゃったわけね、一人で旅に出ますって言ってね、青鬼くん、あの後どうなったんだろう、青鬼くんの人生は一人孤独に生きているんだろうか、未だに謎の青鬼くんのその後ですね、人生その後。青鬼くんは石の上に3年5年いたわけじゃないけど、でもそういうことをやっぱりずっと考えてきた。で、それがね、悪者になって暴れて赤鬼くんを村人と仲良くさせてあげようみたいなね、そういう行動に出たのは、なぜ青鬼くんはあんなことをしたのかと自分の得には一切ならないのにね、もうすぐに瞬時に考えてそういう判断を下してそういうふうに動いちゃったと、ね、グズグズしてないでさっさとやろうぜとか言った青鬼くんはやったわけだよね、石の上に3年座るまでもなくね。青鬼くんは素晴らしいな、未だに私の中では青鬼くん気になるな。青鬼はその後孤独死したんだろうか、誰か墓に入れてくれたんだろうか、孤独死したんだろうか、青鬼くんはもしかしたらどっかね、人知れず隠居して犬と暮らしてたんだろうかとか、ね、青鬼くんの人生気になるね。青鬼くんね、なんで青鬼の話になっちゃったんだろう。で、もう一個機関車ヤエモンっていうのがあって、もう絵本話になっちゃってね、機関車ヤエモンってあの機関車トーマスの日本版なんですけども、機関車ヤエモンはね、年寄りのヤエモンで、もう老骨に鞭打って一生懸命走ってたら煙出しちゃって火事にしちゃったりとか、もうみんなのに白い目で見られるじいさん機関車だったんだけど、それがなんだ坂こんな坂なんだ坂こんな坂って登るんだけど、だんだん登れなくなって、でもスクラップになるぞというところで最後はこうね、余生を別の形で過ごすことになったって、まあそういう話なんだけど、機関車ヤエモンね、老骨に鞭打って頑張ったのも今の自分と重なってきますということで、さよなら。